はい、続きましては広井織城さんのドイツ単調昭和2歳で体重 24.5cm です。お願いします。はい、品評会ということならばもう少し墨が出てた方がいいのかもしれませんが、なかなかいないドイツ単調昭和ですね。価値がありますので単調の部位遊んでみるけれどもいかがかなと思います。墨もだいぶ浮いてきましたね。はい、掴みます。目幅もありますね。もう墨がだいぶ口の先の方も出てきてあるので近い将来出るかもしれません。はい、再度出てる墨はいい墨が出てますね。選ぶたにもいい墨持ってます。はい、こちら側もいい墨が出始めてきております。青墨が隠れているので将来的にどのように出るかその辺も楽しみです。はい、お腹です。見ていただいた通り鱗のない川越ですね。ツルツルのいいです。このムラゴケ、アラゴケないです。はい、価値のある一匹ですね。はい、そうですね。もう本当はもう少しね、包みが決まってるといいんですが。そうですね、まあ、これからですね、はい、ただ出ている炭は良さそうなのでもっともっと増えてくると思いますね。そして、単調昭和もそれほど数がいませんが、ドイツ単調昭和などさらにいないですからね。そうですね、だからまあ逆にそういったもので変わっているってことで拾っていただける可能性もあるので、やっぱりあの個人的にドイツ紅白とこのドイツ単調昭和出てたらやっぱドイツ単調昭和という方が価値はありますのでね、その辺も楽しみです。はい、いかがでしょうか。広い料理場さんのドイツ単調昭和2歳で体重が 24.5cm です。ぜひよろしくお願いします。